い、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダービルドガシャポンフルボトル04です。はい、今回も1回400円で、ラインナップは全6種類で、パンダフルボトル、ロケット、ゴリラ、ダイヤモンドで、ゴリラとダイヤモンドに関しては再録かな。で、今回のレア枠がパンダとロケットのキラキラメッキバージョンで、そういえば僕今まで自力メッキフルボトルって出してない感じだっけ？そんな気がする。ということで、今回は 1,2,3,4,5,6 回やってきましたので、パンダとロケットどっちかのメッキは欲しいかも。でもビジュアル的にパンダメッキとかがなんか良さそうかな。では6個一気に開けましょう。ロケットパンダフォームはちゃんとソフビも発売して騒動も出ましたが、 BCR ではなぜかすっ飛ばされちゃうような形ですね。では1個目、せーのをドドン、あーメッキじゃない、ダイヤモンド。次、蓋は別でついてますから後ほど組み立てましょう。2個目、ドドン、なんだ、ダイヤモンド。ちょっとメッキバージョン頼む、自力メッキ出したい。三つ目はダイヤモンド。おい、六種類だよね。全六種類だよね。これ同じガチャマシンで連続6回やりましたよ。それが変な方向に向かっちゃってるのか。四つ目、せーの、ドドン、はい、ダイヤモンドじゃないんかい。パンダ、よかったよかった、とりあえずパンダは出ました。でもメッキのパンダが欲しい。5個目、せーのー、おー、見えないようにドドン、あー、パン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 ダ。ちょっと今回これベストマッチしない流れなんじゃない。はい、最後6個目、いきますよ。メッキ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 、せーのー、ドドン、ドゥアハハハハ、もうゴリラじゃん、ロケット出ないじゃん。ベストマッチ、こっちベストマッチしたけど、今回のこの表紙、ロケットパンダのロケットが出ないっていう最悪の事態。確か前回の03でもニンニンコミックが揃わなかったんですよね。ガシャポンフルボトル結構渋くない？アソート、多分平均アソートなんでしょうけど、なかなか2つのベストマッチが完成しない。いつも通り前側の爪をはめてから後ろをはめると自然とセットすることができますね。はい、こんな感じでロックすれば OK ということで、6回回した結果が、ダイヤモンドが3の、パンダが2の、ゴリラが1でした。微妙に不均一はそう。でもどうだろう。でもどうだろう。レア抜けば一応4種類出たわけだし。ただ、ロケットのフルボトルは出ませんでしたので、ベストマッチならず、というかメッキです。ではそれぞれのフルボトルを確認しましょう。まずはダイヤモンド、いつも通りダイヤカットでめっちゃ綺麗。基本的にはデラックス版と変わらず、ここも動いてロックしてシャカシャカアクションもできますが、棒が来てませんので、ベルトとの液体連動はないような形ですから、ちゃんと QR コードなんかもついてますね。で、クリアパーツも非常に綺麗で、ゴリラぐるっと回って、シャカシャカアクション、OK! クリアパーツのクリア度なんかも完璧で、パンダ顔が正面に大きくあって、回転して、シャカシャカアクション、OK! で、デラックス版と比べても、差がありませんね。クリア度が悪いとかそういうことも一切なくて、上下のメカ造形の色なんかも変化なし。これデラックス版ですよね。うん。デラックスとガシャポン。変わらない。では、ビルドドライバーと連動しましょう。とはいえ、ベストマッチしないと、さすがに寂しいので、デラックス版からロケットを借りてきて、シャカシャカアクションからのロック。はい、ベストマッチ。
ぶっ飛びモノトーンロケットパンダで、こっちのガシャポン版は液体アクションしてませんね。ただ音声はデラックスであろうが、食玩ガシャポンでも特に変わらず、変身会場。それではたくさんダイヤモンドが出ましたが、ゴリラと組み合わせてベストマッチさせましょう。輝きのデストロイヤーゴリラモンドで、液体アクションはないような形。はい、ということで仮面ライダービルドガチャポンフルボトル04を紹介しました。今回もメッキフルボトル自力排出ならず出ないね。もう放送開始してそこそこ時間が経ちますが、未だメッキ自力ゲットならずで、なかなか厳しい状況でございます。そして今回もメインアイテムがベストマッチせずに、再録アイテムがベストマッチっていう、というかダイヤモンドとかゴリラもっと量少なめでいいんだけど、ガシャポンほんと賭けですね。以上、仮面ライダービルドガシャポンフルボトル04の紹介でした。大敗北。